ストレンジシート、どこまでも強くなっていくスライム、育ててみたくありませんか？お、スライムを育成するゲームか、可愛らしくて面白そうじゃない？やっぱり育成といえばスライムやで。まあ、可愛いかは。どうしてエイを呼んでるの？いや、やっぱり価値観は人それぞれと言いますか、犬が嫌いな人だって世の中にはいるでしょ？いやまあ、それはそうだけど。それでは早速始めていきますか。なんだかなぁ。ほら、ピンク色で可愛いじゃない？この可愛さを否定する人の方が少数やで。そうだよね。こんな可愛らしくジャンプしちゃってさ。可愛いねぇ。それで、どうやって育成はしていくの？それはもちろんスライムなんで、敵を倒して吸収していくぜ。まさか、この可愛いスライムちゃんを。最初の獲物はお前で決定。絶対仲間のスライムだと思うやで。でも、一撃で9割ぐらい削れたわね。そしてモブを倒すと、このようにお肉がドロップする。骨付き肉？一体今のスライムのどこに骨があったの？アテネさん、野暮な質問は控えてもらえるか？ごめん。大人の事情ってやつやで。おっとこいつは、サラマンダーが襲いかかってきた。うわ、絶対さっきのスライムより強いよ。負けちゃうんじゃ。おいおい、アテネスワン、あまりスライムという生物を舐めるな。うおー、無傷で勝利したやで。サラマンダーのお肉もパクリンチョ。でもさ、お肉食べてるけど、特に変化してなくない？まあまあ今はまだね、喋りかけられるスライムだ。え、おしゃべりできるんだ。わあ、この岩が邪魔だ。山椒魚みたいにバネのある尻尾があればいいのに。と言うとりますけどね。その尻尾があれば進めるってことかやで。今さっき倒したサラマンダーのちょっと何してるの？話終わったんならお前はもう用済みだよな。俺の血肉となれ。あんた、マジか。人の心ってものがないのかやで。だって俺、スライムだもん。お、この奥にも話しかけられるスライムがいる。スライムちゃん逃げてー。てか、肉を食べるとバイオマスってのが増えてるな。そうそう、これが大切な要素なんですよ。ちょっと、下がって、この貴重な花は、私の死体の上で、開けられるの。ほうほう、君の死体の上でね。いやもう選択肢がさ。じゃあ、死ね。結局こうなる運命だったんやで。まあでも花の中身は気になるし、さっさと倒しちゃおう。お、アテネも分かってきたみたいだね。ぐは？相手の攻撃力も同じなのか。これ3回食らったら死んじゃうやで。食らったらの話だろ？お花パッカーン。花の中から黄色のキラキラが、これが進化素材？いや、これもバイオマスだね。でもこれだけでプラス5も増えた。今のところバイオマスの使い道がわかんない。おっと、滝が流れる綺麗な場所だ。また話しかけられるモブがいるやで。こいつも骨付き肉になるのか？水辺にいる鳥、鶏肉。僕は本当に孤独なんだ。誰か友達になってくれる人はいないかな？プ、孤独なぼっち鳥。なんで同類を笑ってるの？よかったね、アベル。友達ができて。ぼっち同士仲良くするやで。えへへ、ぼっち同士結託しようじゃないですか。君の首、短いね。てめえとは仲良くできねえ。これはどういう返答なの？さすがにオッケーとは思えないけど、多分同じ鳥仲間を求めてるんじゃないか？こうやって条件付けしてるうちは誰とも友達はできねえだろうよ。じゃあな、孤独な鳥やろう。そんなあんたは孤独なスライムやろう。えへへ、気が変わったらいつでも教えてね。なんだか怪しい場所があるぞ。え、何ここ、何かの生物の巣？誰もいないんで俺のってことでいいですか？よかったみたい。ここがスライムの巣だったんやで。いや、スライムの巣って何？スライムってそういう生き物なの？この場所でですね、自分の体を改造することができるんです。か、改造？一定ってそういうことだったの？こちらが先ほど手に入れたサラマンダーの頭だね。とりあえず装着してみよう。あ、頭がサラマンダーになった。いやー、戻してー。全体じゃなくて一部だけ変えられるってのが面白いやで。そうそうそうなのよ。だから、自分だけの最強のキメラが作れるのだ。今のところ変えられるのはこれだけかな。何よこの生物、さっきの可愛かったスライムを返してよ。いやいや、よく見てよアテネ。体はちゃんとスライムでしょ？違う？こんなのスライムちゃう。うわー、ぴょんぴょん跳ねるな。ちなみに攻撃の仕方も変わってるよ。ベロリンガー。可愛くないね。でも逆を言えば、さらに可愛くなる可能性もあるってことやで。確かにそういうことか。おっと、ここにも話したそうなスライムが。兄がこの道をたどって、滝の近くで姿を消したんだ。私は彼をどこにも見つけることができなかったの。ほう、この先に。お兄ちゃんとはぐれちゃったんだね。で、ちょっとアベル、全然違う道に進んでるやで。まずはこっちのモブからでしょうよ。貴様、遠距離攻撃の使い手だったか。あれ、さっきより攻撃力下がってない？やっぱりスライムに戻した方がいいんじゃ。いや、攻撃力はプラス1になってるから、さっきの鳥に防御力がついてるね。今のも別のスライムだったやで。イエロースライム、かわいい。あんな鳥の何倍もかわいかったよ。あ、ジオダックの首の DNA が手に入った。お願いだからやめてください。でも多分、
これでジオダックの首に変更したら、さっきのぼっちと友達になれるんじゃね？なるほどそういうことか。じゃああいつには一生孤独でいてもらおう。とんでもないこと言ってるやで。あるえ、右に抜け道が。こんなところにスライムが？あ、このスライムがさっき言ってたお兄ちゃんね。お兄ちゃん？兄から隠れているんだ。彼はとても迷惑なんだよ。え、君も弟？じゃあ、この先にお兄ちゃんがいるってことなのか？一体お兄ちゃんは何をしたんやで？ふむ、滝の方が怪しいな。この先にお兄ちゃんありだぜ。いや、今の道の先が怪しかったけど、でも確かに道は続いてるのよね。ほらほら滝の中に道が続いてる。もしや、滝の中で修行をしてるとか？スライムの滝よ。ぐちゃぐちゃになりそうやで。さあ迷惑スライムよ姿を現せ。あれ？誰も、いないわね。てかここさっきの道の先だし。おいおい迷惑なお兄ちゃんってのはどこに行ったんだ？なんだこれ。体力回復ではないのか。スケールポイント？これも進化の素材になりそうやで。ごめん、お兄ちゃん見つけられなかった。弟を見つけたの？私のことうざいって思ってる？わあああ。え、弟？ちょっと待ってさっきはお兄ちゃんって言ってたよね。見せてあげる。私、隠れとくね。三将王の尻尾を持って行って。いや一体何の話をしてるんだい？しかももらったの尻尾じゃなくて首の DNA やで。言ってることめちゃくちゃすぎるだろ。まあ、多分翻訳ミスなのかな。このゲームまだデモ版なんでね。あっちがお兄ちゃんで、滝の方にいたのが弟だったと。どこまで隠れに行くんだよ。これ追いかけた方が良かったんじゃない？いやでも新しい DNA ゲットしたし、そっちに帰るのが先だろ。いやーよりサラマンダーに近づいたー。でも HP が10もプラスされたやで。このコストってのが必要なバイオマスで、バイオマスの最大値を増やしていくことで、使えるコストの上限が増えていくって感じ。そっかー、そんなことより戻してほしいなー。おっと新種のモブがいる。こいつは虫か？マジかよ虫までいるのかよ。しかもめっちゃ強そう。明らかに攻撃の仕方が今までと違うやで。まあまあ落ち着けよ君たち。当たらなければどうということはないだろ。確かに、攻撃のモーションが大きいってことは、それだけ避ける余裕もあるってこと。所有こと、なんだけど体力多いな。カブトムシからも骨付き肉が出たやで。なんで？これでカブトムシの DNA もゲット。お前からもさらに DNA を採取したいな。体の一部がカブトムシに？いやいやそれだけは本当にや。おいおい虫界のキングになれるんだぞ。これほど光栄なことはないですよ。でもその虫界のキングに無傷で勝利してるやで。つまり虫になる必要ないってことじゃね？スライムに戻してもいいってことね。いや、頭と胴体をゲットしたし、巣に戻ったら着替えるね。あ、うわぁ、普通はこういうものはもっと隠れているものなの。彼らは体の一部を大きくすることができるの。でも、可愛さはもう最高なの。よかったらどうぞ。ちょっと理解するのが難しいが、スケボーくれたってことだよね。これで体の大きさを変えられるのか。あと変な訳し方やめてね。これでスケボが2つになったやで。スケスケポイントがどんどん増えていくぜ。おい。それではカブトムシの頭を、うわぁ？うわぁ、ねえ本当にこれ閲覧注意レベルにキモいよ。大丈夫だアテネ安心してくれ。この先もっとキモくなる。安心できねえよ。でもかなり要求コストが高いやで。それだけ能力値が高いってことだね。今日から俺もカブトムシだー。なんで、どうしてなの。可愛いスライムの育成ゲームかと思ってたのに。一応色も変えられるから、ピンク色のカブトムシにだってできるよ。可愛くねえよ。それではもっと近くで。無理無理これ以上アップにしないで。こちらがスライムとカブトムシとサラマンダーのキメラです。きたきた突進攻撃だ。このゲームでしか見ることのできない生物やで。マジで男のロマンが詰まったゲームだよな。触覚が動いてんの無理。それではカブトムシ型キメラ、初めての戦闘開始。いやでも戦闘能力はかなり高い。あこれカブトムシ同士だと。先制攻撃を仕掛けた方が勝つ。つまりお前に勝ち目などないのだよ。すでに対カブトムシとの戦いを熟知してるやで。どやぁ？あ、鼻が開いた。確かに見た目はキモいけど、強いわね。お、アテネも気に入った？カブトムシフォルム好きになっちゃった？いや好きになってはない。そっかー。へへへカブトムシの羽をゲットしたぜ。あー、虫感か、さらに強くなって。カブトムシというよりテントウムシっぽいやで。わかる。これでさっきはジャンプ力が足りなかった場所も、いけるようになるってわけ。なるほど、ジャンプ力とかも上がるのか。マジでキモさと便利さがイコールになってるのかな。まだ見たことない新アイテム。ミステリーリキッド？これも何かの素材になるのかな。それではどんどん道の領域に進んでいこう。他にもまだ見ぬ生物がたくさんいるのかやで。道の生物はいいけどさ、可愛い生物も登場するのよね。それはまあ、神の溝知ると言いますか。教えろや神？このジオダックがマシに見えてきた。こいつも結構な見た目してるけどね。お、新たな巣を発見。これがリスポーン地点みたいな感じなのかな。いや、待って、赤
赤いアリがうろうろしてるやで。なんだか強そうなアリさん。すみませんが、あなた方は通れません。女王が助けを求めているんだ。後ろを向いて、大きな木の中に入って。よかった、敵対的ではなかった。いや、木の中に入って。おいおい、一体何を言って。って、大きな木ってあれのこと？これはかなりの体重やで。いやいや、絶対やめといた方がいいよ。あの中に、女王アリがいるんでしょ？でも助けないと先に進めないしな。ちょっとだけ様子を確認しに行こう。マジかよ。あ、またスライムだ。木に登りたいけど、とても高いんだ。カブトムシの羽はジャンプが上手になるよ。サラマンダーの腕は登りやすくなる。どっちも持ってないけど。ふむふむ、なるほど。カブトムシの羽はつけてるから大丈夫だな。でもサラマンダーの腕がないやで。そうよ、アベル腕がないと登れないのよ。だから一旦引き返そう。おいおい、虫の王様を舐めてるのか。木登りができなくて何が虫の王様だよ。ゴリ押しやめろー。なんでいけるんだよ。新たなフィールドワクワク。うっとう、ここが木の中？なんか思ってたより綺麗だな。神秘的な洞窟に来たみたいだよ。別にアリが大量にいるわけじゃなかったやで。お、ここにも巣が用意されてる。あれ、この奥にいるのって。いや、嘘。上アリでかすぎるだろ。キモいキモいキモい。それで君は？ボスは、彼女をやっつければ甘い卵がもらえるって言うんだ。でも、どうやって乗り越えればいいんだ？あ、ほんとだ、橋が壊れてる。これじゃあ私たちも向こうに行けないね。仕方ないし、帰るしかないわね。すっぽい帰りたがってるやで。なるほどね。正面が無理なら回り込めばよかろうなのだ。どうして道があるのよ。でもやっぱり進みづらそうよ。カブトムシが突進してきてるやで。おいおい、虫の王様のくせに卑怯だな。本当のキングを分からせてやるよ。無駄にカブトムシでの戦い方が上手いのなんなの。俺が虫キングってことでオケ？おいおい、肉が転がっちまうよ。ちょっとアベル？あ、もしかして。やべー、出られなくなったー。いやいや、何してるのよ。ここで罪とか嘘でしょ。どうしてこんなところにくぼみを作ったんだよ。サラマンダーの腕があれば大丈夫だったのか。ああ、確かに滑ることはなかったかもね。アベルの人生はここで終わりなのかやで。そんなの嫌だ。やだやだ、小生もっとロマンあふれるキメラが作りたい。そうは言ってもな。てかあんた、カブトムシなんだから飛びなさいよ。アテネさん、それはタブーな発言だぜ。女王アリに会うことなくデモ版は終了なんだ。あ、出れた。は？今の茶番は何だった？ただの時間の無駄やで。いや、もっと出れたことを喜ぼうよ。てか、この先にも罪ポジがある可能性が。そういう人生だったと受け入れるしかないわね。あんたの人生は罪。そんなお先真っ暗の人生嫌すぎる。いや、普通にアスレチックなんだけどやばくね。一度でもミスれば終わりやで。慎重にジャンプするのよ。しかしよ、俺はよ、虫の王様カブトムシ様だぜ。そんな俺様に慎重なんて言葉に合わねえよな。何言ってるの？お願いだから慎重にね。ああ、こんなことならジオダックの一部をつけとくんだった。溺れて死んじゃうやで。大丈夫よ、急いで陸に上がればまだ助かる。まだ助かる、まだ助かる、まだ助かる。ほら、アテネさん。言わない。なんとかギリギリ助かったわね。でもアスレチックには失敗したけど、女王アリの裏側に回り込めてる。いやー、キモいー。マジで無理、マジで無理。あ、卵取れた。おや、ベルバレたら殺されるやで。やっぱりここだけにはハマりたくない。うん、本当にそこだけは無理。それに敵に回したら絶対に勝てないよ。そうだね、ここはしっかりと話し合いをして友好的に。私のヒーロー、サラマンダーのボスが私のアリをいじめているのです。ボスを倒し、証拠として帽子を持ってこれるかしら。僕が？なるほど、さっきのサラマンダーといい、アリとサラマンダー同士で敵対し合ってるのね。ふむ、まずは理由を聞こうじゃないか。昔、女王様が私たちを一緒に育ててくれたわ。彼女は私たちに奇妙な液体を与え、私たちはとても大きくなった。でも、その化学物質があのバカな山椒を狂わせたんだと思う。それで、やってくれるわよね。圧がすごいっぴ。断ったら殺されるパターンやで。判断を間違えちゃダメよ。素晴らしい。さあ、行きなさい。その代わり、あんたの大事に育ててる卵を対価としてもらっていくぜ。ちょっとちょっとー、あんた殺されるわよ。多分用が済んだら餌にされるやで。マジで？それより、サラマンダーのボスってどこにいるんだ？確かに、まずはボスを見つけるところからね。あれじゃね？うん、絶対あいつだね。戦ってくれと言わんばかりの広いフィールドも用意してあるぜ。初めてのボス戦が始まるやで。めっちゃ強そう。まずは話し合いから。女王が俺をもみ消しに来たのか？本当のボスが誰なのか、教えてあげるぜ。オッケー、話し合いの余地はないってことですね。いきなりボス戦始まったー。いてー。先制攻撃を仕掛けたのはサラマンダーのボスやで。まず大事なのは攻撃パターンを知ること。うわー、範囲攻撃だー。絶対これ当たったらやばい。そして隙を見て攻撃をする。戦い方なんて他のモブと変わらないのですよ。確かにパターンが分かれば。いや、避けれてないですよ。もう体力が半分削れたやで。いや、その範囲攻撃って何回も絶対やつなの。あ、死ぬ。体力が。お願いだから衝撃波は避けて。OK、 完全に理解した。
エクチブエーしてる余裕がどこにあるのかな。うえー、いや、マジかよ。こんなのどうやって勝てばいいのよ。圧倒的な力の差を感じたやで。これはあれっすね。対サラマンダー型に体を改造する必要がある。確かにそうね。衝撃波を避けるためにスピードが欲しいわね。足はサラマンダー、胴体はジオダックにして小回りを強化。おそらくこれが現時点における最強のフォルムだ。見た目が。あてね、今は見た目よりも能力やで。そうだよね。オッケー、今の一撃で確信した。ジオダックにしたことで攻撃後の動きがかなりスムーズになってる。確かに攻撃後の展開が速くなってる。これなら攻撃した後余裕で、衝撃波から逃げられるやで。おいおい、なんだこの神ゲーは、フォルムを変えるだけでこんなにも変わるものなのか？本当に見違えるほど良くなってる。いける、これならいけるよ。さっきはこの口笛あたりでやられちまった。だがまだ俺は無傷だぜ。じゃあアベルかっこいいやでー。でもスタミナ切れには注意してね。さっきも走れなくなって死んでたから。結構スタミナがシビアなんだよな。あとこのベロ攻撃は避けにくいから要注意。まあ大体の攻撃パターン。なになにこの攻撃？うおうおう、水続きだー。まだ別の攻撃を残してたやで。お前水タイプのサラマンダーだったのか。これはかなり厄介な攻撃ね。どのタイミングで攻撃を仕掛けたらいいのよ。水を打ち終わった後に生じる少しの隙。そこをアベルさんは見逃さねえぜ。あっへっ、避けられた。ドヤ顔でそれはちょっと。アベルダサいやでー。よっしゃ、やっと水攻撃が終わったか。なんだずっとなわけじゃなかったのね。アベル、今がチャンスよ。ああ、俺は隙を見逃さない。嘘だろ、もうチャンスタイム終わりなの。もう無理やりにでも攻撃を当てるしかないよ。その前にサラマンダーを処理するやで。注文は一つまでにしてくださーい。隙の糸。いいよいいよ、地道に削るのよ。もうボスの体力は半分以下よ。相打ち上等。ふふ、これが痛みってやつか。アベルが初めての痛みを噛み締めてるやで。いや、先ほどやられてましたよね。さてボスと十分に距離を取ったところで、子分たちを処理。いいタイミングで水しぶきが来たわね。ナイス一撃。突進攻撃は回避にも使えるのさ。そしてこの後に隙が生じる。ボスの体力があと少しやで。すごい、すごいよ。こんなのさっきの生物と完全に別物よ。まあ胴体と足が変わってるからね。別の生物といえばそうかもしれない。さあ、最後の一撃を当てるのよ。おらー。俺の勝利だ。うおー、大量の肉やでー。すべて吸収。サラマンダーのボスの血肉、残さずにいただくぜ。バイオマスの最大値もかなり増えたわね。これで女王アリのクエストは達成だ。なかなか骨の折れる仕事だった。んじゃ、一旦巣に戻ろうか。そうね、元の可愛いスライムに戻しましょう。もう戦う必要もないし。サラマンダーの帽子が手に入ってたやで。これがボスの帽子。え、かぶってる？カブトムシの頭じゃわかりづらいわね。やっぱりスライムの体にさ。わかったよ、アテネがそこまで言うなら。ピンク色にしてあげるからさ。いやー、閲覧注意、閲覧注意だよこれ。そんなにひどいかな。ワイは別にいいと思うやで。そうだよね、可愛いよね。可愛くない。それではうちのボスに報告に行く。あんた女王アリの参加になったの？驚いたわ、帽子を取ったのね。ほら、バイオマスを10個取って、卵持って、少し待ってて。あ、卵はすでにいただいております。それは言わなくていい。またアリが気を占領する時が来たわ。へへへ、アッシラの時代ってわけですね。ちなみにアリ要素ゼロやで。あんたって、何？俺って？とそんなわけでね、ストレンジシードめちゃ面白かった。そうね、かなりゲーム性が良かったね。あとは可愛い要素の追加があれば。ピンク色で可愛いでしょ？いいや、可愛くない。と、言ったところな感じのところで、のし。